演舞開演。どうも、本日はこちらゴミのピザのアップルパイとカスタードパイを食べてみたいと思います。どちらもよく焼けてますね。やっぱりピザ屋さんの日って焼くのはお手のものってことなのかな。ではまずはこちらのカスタードパイからいただきたいと思います。こういう感じになってます。手で持っといて、上が手で持っといて、中身見せたいんですけど、これ崩れるのでもうこのままいきますよ。ではいただきます。パイの音がいいですね。これ続きましてはこちらのアップルパイ、こちらには何かこういうのがついてきたんですよね。ではこれをかけてみたいと思います。多分メートルシロップか何かだと思います。そんな感じですね。ではこちらはまずシロップがかかっていない方からいただきます。メープルありなし、どちらも甘酸っぱくて美味しいです。パイ生地はどちらも噛んだ瞬間に、さすがピザ屋さんで焼くのはごっついということなのか、サクッサクッと心地よい音が口の中で広がってくれました。そしてそこの後に濃厚なカスタードクリームでさっぱりしたリンゴの甘酸っぱさが口の中に広がってとっても美味しかったです。いや、どちらも同じくらい美味しかったのでこちらのペースを取ってみました。他のパイも食べてみたいな。桜の木、恋も実るか散りゆくか、果たしてどちらになるのか、それは自分次第ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブ永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。